今水温87度、オイルテンプが73度。ちょっとね。ブーストコンマ5ぐらいですけど、やっぱりトルクがね、ブーストかかった時のトルク感はドカンとこう来る感じなので、スーパーチャージャーよりね、体感はね、やっぱり、おーっていうのはありますね。はい、ということで今日も1台いいのが入ったということでやってきました、キングバイヤーでございます、ね、この辺のスープラもちょっと見たいね。しかもなんで FD のバンパーあんだこれ。超ピカピカこのスープラ、ちょっと後で見よう。はい、今日ご紹介するのは86でございます。もちろんただの86にはなってないです。前見てもね、もうすでにインタークーラーだのオイルクーラーだのが顔を出してますね。で見てください、この空気のよく通りそうなボンネット、ガレージ八幡さんで製作されたタービンキットのついた86でございます。86BRZ スーパーチャージャーがね最近多いんですけど、まあ、スーパーチャージャーとターボですとやっぱりパワーの出方がね全然違うので、まあ、ターボのねドカンと出るジャジャウマな感じっていうんですかね、これは個人的には大好きですね。まあ、その辺どんな感じでちょっと違うのかも含めて車チェックしたいと思います。ダイソーなんですけど、パッとね見て何か気になるような、まあ、割れとかへこみが前回りはまずないから、ただまあなんだろうね、カナードつけてたのかな、を六角のネジで隠してますね、穴を。あとヘッドライト、これはねクリアがちょっと剥がれちゃってる状態ですかね。まあ、車外のヘッドライトに、まあ、変えてあげてももちろん使えないわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと、ね、経年劣化は否めないかなっていう感じですね。あとバンパーに、まあ、押されの塗装割れですよね、まあ、ちょっとヒットしたりとかこう下から突き上げたりしての塗装の割れが数箇所、ここなんかもちょっと割れ、まあ、見づらいですけどね、この角度で言うと分かるかな、なんかがありますね。右側もヘッドライトはやっぱりクリアが剥がれちゃってますね、まあ、ただパッと見てね、うわこれはもう直さないとダメだよねっていう気になるようなところは、まあ、ないかな、まあ、中古車としては許容範囲合格ラインになるんではないでしょうか、サイドステップもね、タイヤのこの周りはちょっと飛び石関係塗装が剥がれてますけど、まあ、割れたりとかね、なんかこうみすぼらしい感じには全然なっておりません。リア周りもね、リア周りは、まあ、若干これがあるか、まあ、これ割れですね、割れ、なんかちょっとヒットさせたんでしょうね。まあでも下なんでほぼそんなに気にならないかな。
どっちかって言ったらこれ洗車の入った水が入っちゃってるんで、こっちの方が気になりますね。ちょっと個人的にはこれ直したいですね。右は大丈夫ですね。まあ、車外のテールランプですね。まあ、ヘッドライトもそうなんですけど、やっぱり対策しないとね、こういった曇りが発生しちゃったりとかっていうのはあるので、まあ、ちょっと対策はしたいところですね。まあ、ただリア周りで、ね、大きく手直しが必要な箇所はなさそうですね。運転席側もいいな、いいんじゃないでしょうか。まあ、フロントガラスもね、なんかこう直さないといけないような飛び石はないですね。もちろんちっちゃいのはね、ちっちゃいのはあるんですけど、基本的には問題ないレベルだと思います。ボンネットね、これで、まあ、キャッチはついてるんで、一応ボンネットピンは入ってますけど、キャッチ開けてから解除してもらわないと、なんか割れちゃったりしたら嫌なんで、ね、ほい。なんかかっこいいタービンキットですね。ボンネットは車外のものになってるんで変わってます。フェンダーもう大丈夫かな。助手席側フェンダーも問題なさそうですね。ここはね、ちょっとなんかへこみがあるんですけど、多分ですけど、こういう助手席のこういうのがなんか引っかかって一緒に閉めちゃったとか、なんか荷物運ぶときにぶつけたとかで、ちょっとエクボがありますね。まあ、爪の部分もね、まあ、折れたり曲がったりはないですね。でクォーターの溶接部分も純正でございます。ほい。トランクフードのネジ、こちらは回ってないですね。外された形跡はないです。まあ、エンドパネル、バックパネルですね。この突端の部分も一応見てみますが、まあ、この辺はもう問題はないですね。さらっと仕上げていきます。さらっとね、よいしょ。バックパネル、まあ曲がりとかね、そういうのなさそうですね。綺麗です。運転席、クォーター、ドア、問題ないですね。全然いいんじゃないでしょうか。内装に関してはね、全然問題ないかと思います。ちょっとね、室内チェックしてきます。室内はね、運転席はブリットのセミバケットですね。なんだろう、まあ、そこまできつくない感じですね。純正とほぼなんか変わんない形状みたいな感じですね。でまあ、ダッシュの割れとかね、そういうのも、そういうのもないですね。問題ないです。リアシートもね、なんか使われてへたってる形跡はないです。内張りトリムなんかも、まあ、割れたりとかね、外れてたりはないです。綺麗ですね、やっぱり。
ちょっと装備品をね見ていきましょう。装備品を見ていきます。まあ、ガレージ八幡さんで作られた車で、エアロ関係もガレージ八幡さんのエアロ装着ということですね。すごいしっかり作ってありますね、やっぱり。でこのカバーなんかも、本来は多分これ外して使うんでしょうね。普段はやっぱり雨が入っちゃってよ、汚れちゃったりとかね、なんか余計な汚れがついちゃったりとかっていうのがあったりとか、湿気でね、なんか電装周りなんかトラブル出ても嫌だっていうことで、こういったカバーがついてますね、ダクト部分、おしゃれですね、これ。で、まあ、走行というかね、サーキットとかでね、ちょっとがっつり走る場合は、熱がやっぱりターボ車なんで、きつくなると思うので、このカバーを外して、エアをきちんと抜きましょうというものですね。そして、まあ、ガレージ八幡さんの、八幡っていうのかな、八幡っていうのかな、タワーバーですね、かなり強度ありそうですね。でトラストのタービンキット、P620Z ですね、 P620Z が入っております。にオイルクーラーのインタークーラー、オイルクーラー、ラジエーターっていうセットなのかな、これ。で、まあ、ここから見えるこうインジェクター、これ、ね、インジェクターは黄色なので、まあ、純正インジェクターですかね。だからまあパワー的には多分250前後ぐらいなのかな、まあ、200から230、50っていうところのピークパワーなんでしょうね。ただやっぱり出力のね出方がスーパーチャージャーとは違うと思うので、ちょっと楽しみですね。これもぶっといね、これ純正でね、ここ入ってるところが、あとはイグニッションもね、なんかダイレクトイグニッション、車外のやつが入ってそうですね。赤い、見えるかな、赤いのがついてるんですけど、これダイレクトイグニッションですね。で車高調が H ケース、ちょっとねハンドル切ってみます。H ケースの車高調ですね。ちょっとねタイヤハウスには擦りの跡が、タイヤが多分擦った跡ですね。マイカーはないのかな。でこれ限定のねグラムライツ、レイズグラムライツって書いてあるんですね、グラムライツ、サイズが255の3518、まあやっぱりでかいっすよね。結構このサイズが定番なのかな、86は。タイヤの山はね、もうほぼないに等しいですね。ここなんかはもうないに等しくなってますんで、まあ交換前提でちょっと考えておいた方がいいのかな。これあれかな、フロントスポットできちゃってるのかな。あ、そんなことないか、もう全体的にないね。ブレーキはね、キャリパーは純正で、ローターがスリットローターが入ってますね。それからカーボンのレーシングミラーですかね。これどこなんだろうな。とマフラーがトラストですね、グレッティチタンカラーでかっこいいですね。
それからリアアンダーと LED にまたガレージ八幡さんのリアのバーが強烈なのが入ってるんですけど、これは奥行きが荷物乗せれないですね、まあ、手前側のみになりますね。これが入ってるおかげで、まあ、リア周り補強はね 86BRZ、まあ、必須っていう風に言われてるんでしょうね。いかにリアを動かさないようになんていうセッティングでしょうね。で運転席後ろのね、アルミはちょっとガリっちゃってますね。少しガリ傷が半周、まあ一周あるかな、ほぼガリガリといっちゃってます。まあ限定品だけにもちょっと残念ですけどね、まあ、ただそんな目立たないですね。気にもならないと思います。まあ気になるっちゃ気になるけど、まあ、そこまで目くじら立てるほどではないかなとは思います。あとはね、このリアスポすごいよね。これ取り付け方間違ってんじゃねえのっていうぐらいせり上がったリアスポですね。ほぼ70度ぐらいじゃないですかね。これもうこの角度わかります？これ引くのかな。ちょっとねメーカー調べて効果調べてみたいところですけど、かなり個性的な仕上がりになってますね。ちょっとね水溜まっちゃうんじゃないですかね、ここ水が。それぐらい角度のあるベタ付けのリアスポイラーですね。ちょっとエンジンかけてみます。よいしょ。ギアはね普通に6速、1、2、3、4、5、6でバックは上げての前ですね。これはバックになりますね。でエンジンをかけてみます。クラッチを踏んで一発ですね。デフィニーのこれがメーターなんですか。それとこっちがプロフェッショナルブーストコントローラー、ラストのブーストコントローラーで、モモのハンドルに削り出しのシフトノブにクイックシフト入ってるのかな。かなりごくごく短いストロークですね。ストロークがメーターは純正260キロ、ね、公道じゃ出せないんですけどね、気分は盛り上がりますね。走行距離92,697キロ。まあまあまだまだこれからじゃないですかね。で今エアコンオンでロー全開でございます。冷たい風がバッチリ出ております。パワーウィンドウも動作に問題はないですね。ハンドル車外になっちゃってるのでエアバックランプ点灯しちゃってるので、これはもしかしたら対策が必要になるのかな。ミラーはねレーシングタイプになってるので、このスイッチもちろん効きません。あとはね、じゃあ乗ってみてどんなターボのね、ターボの加速をちょっと味わいたいなと思うんですけど、どんな感じかね、楽しみだね。スーパーチャージャーとやっぱり全然
ね、トルクカーブが違うからね、全然体感的にも違うだろうね。ちょっと乗ってみたいと思います。よし、ターボとね、スーパーチャージャーちょっと違いがね、楽しみだね。感覚的にはね、ターボの方がやっぱりなんか好きなんですけどね。ただこの前乗ったスーパーチャージャーとかも速かったからね。あとはセッティングの問題とかね、そういうのもいろいろあるとは思うんですが、としてはそのなんかハンドルがね、こう取られたりぶれたりとか、なんか不安な感じは一切ないです。いいんじゃないでしょうか。ここちょっと調整したいと、もうちょっと長すぎだね、ストロークが長すぎな。車外のボスになってるのね。ここまでの、ここまでウインカーまでのね、距離が長いです。指がちょっと届かないですね。ちょっとここはね、対策が必要かもっていう感じですね。今2速の3000回転、3速の2000回転。ギアなりとか、引っかかりっていうのはないですね。クラッチはノーマルに比べると重いので、多分強化クラッチが入ってるかと思われます。ミートポイント自体は、まあ、変に上の方だったりはしないんですけれども、まあ、残量的にもまだあるかなとは思いますね。今水温87度、オイルテンプが73度、ちょっとね、ブーストコンマ5ぐらいですけど、やっぱりトルクがね、ブーストかかった時のトルク感はドカンとこう来る感じなので、スーパーチャージャーよりね、最高はね、やっぱりおーっていうのはありますね。完成度高いんじゃないですかね。いいね。非常にいい。ありがとう。あ、そうなんだ。